皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回も食人族がいる恐竜島でサバイバル生活をするゲーム、アークのモッド編、実況プレイ続きをやっていきたいと思います。前回は今騎乗している新恐竜、コンカベナトルを苦労の末仲間にすることに成功したんだよな。砂塵を使った窒息攻撃に地中を泳ぐ超高速移動、過去一使っていて楽しい恐竜です。げ、そんなことより開始早々拠点にティラノサウルスが襲来しとるやんけ。ふん、貴様なんぞ我がブラキオサウルスのブラキオウで踏みつぶしてくれるわ。にしても最近やたらと拠点の近くに肉食恐竜が湧きますな。前回も高レベルティラノやらケラトサウルスがふらついてたし。さあ食らうがいい、滅びのバーストクラッシャー。12秒かな？肉食恐竜が何匹はこうと我がチームの前では無力同然なのだよ。がははは。は一瞬拠点移動も頭によぎったが、この感じならこれから先も大丈夫そうだな。でまた別の恐竜が攻めてきたー。なんだなんだ、ブラキオウ君が失血してんぞ。サイズ的にティラノよりかは小さそうだけど、一体誰なんだこの恐竜は。早く霊の大技を決めるんだ。シャオラー、どんなもんじゃい。さすがブラキオウ、前線にもかかわらず軽くのしましたな。ログを見るにどうやら今の敵はアロサウルスだったようね。で正面にヤバいのがおる。あの赤いオーラをまとった恐竜は、アルファレックスだ。やっべえぞこれ、モッド編実況始まって以来最大のピンチだ。どんだけ拠点の周りに肉食恐竜はいてんのよ。ここはお前らの合コン会場とちゃうんやぞ。それでどうするよ。どうするって倒すしかないでしょ。あのまま放っておいてもいずれ必ず拠点を襲撃に来るでしょうし。そうは言ってもアルファシってボスクラスの戦闘力と体力を有していたはずだぞ。これまで戦ってきた通常種の肉食恐竜たちとは格が違うんだぜ。マリサ君、忘れてないかね。我々もここに至るまで数々の強力な生物たちを仲間にしてきているのですよ。ふむ。つまり全員の力を合わせれば勝てないことはないと？そういうことじゃ。とは言ってもこの戦いには向いてないステータスの低い生物もいるので、その子たちにはお留守番してもらうけど。ということで準備の方ほぼ整いました。それでメンバーは？これまで仲間にしたモッド生物全員よ。ふむ、霊夢は誰に騎乗して戦う予定なんだ？いろいろ考えた結果、私はこのクヨロフォサウルスに乗って戦うのが最善かなと思ったんだよね。ブラキオじゃないのか。確かにブラキオサウルスは火力で言ったら一番強いと思うけど、必殺技にクールタイムがあるから私が操縦するのは微妙かなと。ほう。必殺技数発で仕留められる相手ならブラキオウ一択だけど相手はアルファ種。長期戦になること必死なのでそれだったら私はサポートに回った方がいいかなと。我々はこのブレスで敵を凍らせて味方の戦闘を有利に運ぼうってわけか。おしゃべりはこの辺にしてそろそろ出撃するわよ。おい霊夢、攻撃指示を出した途端にコンカベナトルが光の速さで突っ込んでいったぞ。ああ、移動速度強化してたの忘れてたー。これじゃあブレスで凍らせてから安全に戦う作戦台無しやんけ。せめてこいつだけでも凍らせておこう。全然凍らせられてないぞ。ティラノの攻撃速度が速すぎてブレスが出せないんぼー。これうまいこと敵に味方を分断させられてないか？まずい、このままじゃアルファレックスに突っ込んでいった仲間がやられてしまう。ヤジウマティラノは一旦スルーして急いでアルファの元に向かうぞ。コンカベナトル一人でアルファの相手してたしヤバいかも。頼む耐えてくれ。アルファをブレスで凍らせてから救出しよう。あれ？ブレス効いてなくないっすか？まさかアルファ種には効かないの？どうすんだ、このままじゃコンカベナトルを失ってしまうかもしれんぞ。こうなったら私自ら行ったるわ。よし、なんとかアルファに食われる前にコンカベナトルに騎乗できたわ。体力ほぼゼロやんけ。これあと数秒救出が遅れてたら確実に死んでましたね。気をつけろ霊夢、アルファの野郎他の仲間には目もくれず我々を追ってきてるぞ。コンカベナトルが瀕死だと分かっててとどめを刺しに来てるのかな。待てよ、この状況逆に利用できるのでは。ほう、このまま我々がアルファの気を引き続ければ仲間は安全に戦えるんじゃ。なるほど、やってみる価値はありそうね。ただコンカベナトルが瀕死だということを忘れるなよ。うまいこと味方の元へ誘導して、ボッコボコにしてもらいましょう。お、味方がうまいことアルファを囲みましたな。ふ、はめられているとも知らずにまだコンカベナトルを狙い続けてるわ。ブラキオウの大技来るぞ。いけー。今の一撃でヤジウマの蜘蛛と100レベティラノは倒せたが、アルファの野郎は変わらずピンピンしてやがるぜ。さすがのしぶとさ。こうも戦闘が長引くとそろそろ他の仲間たちの体力も心配だぜ。一応ケラトサウルスの能力で味方の体力は多少なりとも回復してるとは思うんだけど、とはいえ回復量を上回るダメージを叩き込まれてるからな。そろそろ決着をつけないとまずい気がするんだぜ。あ、終わった？おお、アルファティラノに勝ったぞー。
体の色が赤いから傷が目立たなかっただけで、ブラキオウの一撃を食らった時点で瀕死だったのかな？殉職者を出さずに勝てて本当に良かったぜ。仲間の残り体力を見た感じ、我々が負けていてもおかしくはなかったっぽいですね。全員ほぼ瀕死状態、完全に死闘だったな。みんなでかかれば楽に倒せると思っていたんだけど、私の考えが甘かったようね。皆の衆、本当にご苦労様でした。ってことで冒頭から波乱の展開でしたが、本日も新生物の捕獲に挑戦していきたいと思います。ふむ、目星をつけている生物でもいるのか？今回のアルファとの戦いで戦力不足を実感したので、それを補える強い生物を仲間にしたいと思っているんだけど、何か良い新生物いないですかね？我々の拠点の周辺に肉食生物が湧きやすいという点を考慮すると、あいつがちょうどいいかもしれんな。あいつとは？とりあえずビールをいくつか用意してもらうことはできるか？ビール？こんな真っ昼間から飲むの？いや飲むのは私じゃねえよ。その生物を仲間にするのにビールが必要なんだ。なんだそういうことですか。そんなわけでビールの方準備完了いたしました。ご苦労、では新生物探しに出発するとしようか。ビールを使って仲間にする生物って草食の獣カリコテリウム以来だけど、今回の新生物はどういったタイプなんです？本日テイムするのはズバリ、肉食恐竜キラーを持った草食の生き物だぜ。大概の草食生物って肉食恐竜の餌食になる定めだけど、逆に肉食を倒すことに特化した草食生物なんてのがいるんですか？ナワデイノテリウム、古代の凶暴な象だぜ。象ですか？ってことは体は大きいだろうから見つけやすそうね。それじゃ霊夢がデイノテリウムを探している間に私は名前募集企画の発表をやりますかね。頼んだわ。では前回コメントで募集したこのコンカベナトルにつける名前を発表します。選ばれた名前はこれだ。獲得高評価数849件、ひよどりさん投稿のスナミングです。毎度思うけどさ、うちの視聴者さんなんでこんなにセンスのいい名前を思いつくんですかね。霊夢のネーミングセンスとは雲泥の差だよな。前回お前が捕まえたペラゴルニスにつけた名前覚えてるか。ペラッペラだぞ。うるさいわね。視聴者さんとは脳みその出来からして違うんやろな。視聴者さん、今度のお味噌交換しましょう。どんな提案だよ。それより霊の新生物、見つけたかもです。うむ、この奥で霊のテリウムの方向が聞こえますな。よく見たら複数匹いる？霊のテリウムは基本的に群れで行動しているからな。どうやら何かと戦闘しているようね。あらまあ、野生のケラトサウルスがボッコボコにされとりますわ。3対1ってのもあるんでしょうけど、あのケラトサウルスを瞬殺するとはさすが肉食キラーね。普通の草食生物なら逃げるところを奴らは逆に立ち向かっていきますからな。それで、デイノテリウムを仲間にするには持ってきたビールを手渡せばいいんですかね？いや、そう簡単な話ではないんだ。というと？まあ今はまず仲間にする予定の個体以外は始末してくれ。倒すの？餌付けの際に邪魔になるからな。ちなみにメスよりオスの方が攻撃力が高いので仲間にするのならオスがおすすめだぜ。そうは言ってもあいつらまとまって行動してるしな。どうにかして処理するんだぜ。この辺の高台から逆にオスだけおびき寄せたりできないかな。群れだから他の奴らも一緒についてくると思うぞ。ものは試しですよ。オスだけ来た？ってあんた邪魔やねん。さ。ああ、コンカベナトル移動させようとしたら下に落ちちゃったー。これで群れ全員を敵に回しましたね。地味にこいつらスタン攻撃持ってやがるし。こうなったらもう正面から戦う他ないんだぜ。そう、うまくいきそうだったのに。これで邪魔者は消えたぞ。ようやくテイムのスタートラインに立てましたな。それで、次は何をすればいいのよ。次はテイムする予定のデイノテリウムにビールを与えるわけなんだが。この与え方がこれまた特殊でして。どう特殊なんです？デイノテリウムはビールを持った人間を見るとランダムに3つのアクションを起こすんだけど、その3つのアクションすべてを確認できたらデイノテリウムに近づくことでビールを受け取ってくれるんだ。それはどういったアクションなんです？アクションの内容としては耳振り、首振り、鼻振りだ。このアクションをすべて確認せずにビールを渡そうとしたらどうなるの？一定確率で受け取ってくれることもあるみたいだが、失敗したら襲われるので素直に3つのアクションすべてを確認するのがいいぜ。了解です。それじゃ早速チャレンジしてみましょうかね。大井蔵さん、あんたの好きな酒持ってきたでー。鼻をクンクンしてますねー。さっきまで大暴れしていた生物とは思えない落ち着きっぷりね。酒のこととなや話は別のようだな。お？耳をパタパタし始めたぞ。今のが耳振りかな？だと思うぜ。
あとは首振りと鼻振りね。てかさっきから後ろの一般通過ケラトサウルスが目障りなんだけど。次のアクション来たぞ。これは鼻振りかしら。残るはあと一つだ。頼むからこの子のテイムが終わるまで邪魔しないでよケラト。また耳をパタパタしとるわ。はよ次。お、首振りじゃない？いやさっきと同じ鼻振りだろ。これいけるでしょ？行くわよ。いや首振りはまだやってないって痛い。なんでよ、私たち分かり合ってたはずでしょ。だから言ったやん。首振りしてないって。この臓器難しすぎでしょ。いちいちアクションなんかせんでとっとと酒の満開。ということで臓器の怒りが収まったようなので再挑戦したいと思います。今度はしっかり確認してな。さあすべてさらけ出してみろ。あんたのアクションとやらを。まずは鼻振りから来ましたね。お、これ確実に首振ったよね。ってことはあとは耳振りだけだな。鼻はもういいから耳振りしてよ。首振りもいらんて。なかなか思い通りにはやってくれませんな。耳振りきたー。この時を何世紀待ったことか。今なら理由渡せるぞ霊夢。よしよしよし、受け取ってくれましたわ。これでコツはつかめたな。あとは今の思う1、2回繰り返せば仲間になるぜ。頑張ります。やったー、デイノテリウム仲間になったどう。なんとか最後まで他の野生生物に邪魔されずに遂行できましたな。結局あの一般通過ケラトサウルスは何だったんだろ。よし、それじゃあサドルを作って能力チェックといこうじゃないか。肉食キラーがどの程度のものなのか見ものですな。はい、ということでサドルの方完成しましたので能力調査の方始めていきたいと思います。はい、デイノテリウムのサドルってたのモッド生物と比べて結構作り凝ってるんだな。雨をしのげそうな屋根がついてるわね。で、性能の方は？では通常攻撃から。前足を使った踏みつけ攻撃ですか。この攻撃はたまに両足を上げた状態で振り下ろすことがあるみたい。そしてこちらがもう一つの攻撃。長い鼻と牙を生かした範囲攻撃ですか。そして最後は特殊技、方向です。方向と同時に体にオーラが走りましたな。これは味方全員にバフ効果を付与する方向だそうで、オスの方向は攻撃力が 15% 増、メスの方向は非ダメージが 5% 減少するそうです。うむ、性別によって能力に微妙な差があるわけだな。続いては実戦です。手始めに近くにいた草食恐竜のイグアノドンに攻撃してダメージをチェックしてみたいと思います。ふむ、通常の踏みつけは83ダメージですか。お世辞にも高いとは言えないな。続いては両足振り下ろし。こっちはそこそこダメージ出ますな。最後は鼻と牙の分回し攻撃です。323、デイノテリウムが持つ攻撃の中で一番火力が出ましたな。以上が草食恐竜戦においての火力でした。続いてはメインイベント、肉食恐竜戦ですな。本日何度目かわからないティラノサウルスとの戦闘、やっていきます。まずは踏みつけから、と思ったら勝手に両足振り下ろしになっちゃった。草食恐竜に対する振り下ろしが206だったのに対し肉食相手には378出てますな。ほほう、未強化でこれはいいんじゃない？しっかり肉食キラーとしての火力が出てますな。続いては鼻と牙の振り回し攻撃行ってみましょう。さあどうですかね。サドルが邪魔でよく見えなかったけど一応今の当たってたよね。うむ、354ダメージだとさ。あれれ、振り下ろしの方がダメージ出てるやん。どういうことなんだろうな。まあ一応どちらも体草食恐竜よりかはダメージ出てたけどさ。普通に考えて一切ステータス強化なしで90レベルのティラノサウルスを楽に倒せるってめちゃくちゃ強いよな。育て上げればもうアルファ種も怖くないわ。期待の新人、これからよろしくなんだぜ。はい、ということでキリもいいので本日の実況はここまで。もちろん今回も名前募集企画を開催しますので、この古代の像、デイノテリウムにつけるいい名前を思いついた方はぜひコメント欄に書き込みよろしくなんだぜ。いただいた名前に関するコメントの中で一番高評価を獲得していた案を採用させていただきます。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。ではまた次回のアーク実況でお会いいたしましょう。アディオス。最後に一つ、サブチャンネルの方でリメイク版アークの実況動画を投稿したので、そちらも見てくれると嬉しいです。動画のリンクは概要欄に載せてあるんだぜ。それじゃまたね。